埼玉水上公園は埼玉県上尾市にある埼玉県への都市公園である。隣接する上尾運動公園と一体に運営されている。埼玉県の設置100周年を祝う埼玉100年記念事業の一つとして、1971年7月21日に県内初の水上公園としてオープンした。埼玉市境付近に位置する。 7ヘクタールの敷地に7種類のプールを用し、オープン当時は水面積では東洋一の規模であった。夏季プールの利用者は1978年度の86万279人をピークにその後は減少を続け、1988年度では22万1069人と最盛期の3分の1以下に減少した。施設の老朽化や利用者数の減少のため、 2012年度に流水プールが2015年3月31日に室内プールが廃止され、現在は5種類のプールを運営している。残るプールも近い将来に寿命を迎え、近い将来にすべて廃止されて閉鎖することが危惧されていた。その後、2021年度をもってプール営業を終了することが明らかになっていたが、 新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、埼玉県営のすべての水上公園が、夏季のプール営業を2年連続で中止としたことにより、営業することなく、事実上の終了となり、夏季のプール営業は2019年度が最後となり、冬季のプールフィッシング営業の終了をもって、閉園することとなった。なお、跡地には、敷地の側のある、埼玉県立スポーツ総合センターを、 移転拡充したスポーツ科学拠点施設を整備することになっている。かつては、春季と秋季には自転車広場を、冬季には流水プールの施設を利用して、スケートリンクを運営していたが、駐車場の一部に埼玉アイスアリーナが建設された、ため、そちらに移管された。埼玉県立武道館の駐車場にあたる場所でも、ゴーカートコースを運営していた。また、 埼玉県警察の年頭施設式が駐車場で開催されていた。なお、同公園及び埼玉県営のサンプールでは2011年夏から入れ墨タトゥーをした者の,の入場規制が非常に厳しく行われている。埼玉県上吉日ので2丁目。ありがとうございます。